サクッと。ジェフリー・エンゲルシュタインさんのアチューメント理論と薄い本、2年前に出た本ですね。前々回でサクッと前半をやりましたので、前半はサクッとやります。前回、小野さんがいらっしゃいましたけど、小野さんの訳した、ゲームメカニクス大全を書いた人です。はい、なんで、ボードゲームのメカニクスのいろいろ集めた本を書いて、で、それが日本でも話題になって、ボードゲームファンじゃない人にいろいろ売れたというお話を前回伺いましたが、今回ね、ちゃんと略歴、ちゃんとってことでもないですけど、略歴ざっと見たんですけど、結構なマニアの人で、ちょっとびっくりした。どんなゲームやってんじゃないですか？そうそう。64年生まれでね、幼少期って11歳だったかな。もうその頃からロープレイとかウォーゲームとかやって、MIT に行って、そこでなんか多分ね、ゲームサークルみたいなところを主催してたんですよね。代表やってたっていう。そこですげえいろいろゲームやったよみたいな。で、思い出のゲーム集とかギクリストにあげてるんですけど。そうですね。まあ、多いですね。ボードゲーム界隈にね。こういう経歴、テック系経歴の人は。すごい多いです。楽しいの。著書にゲームメカニック対談。これ、県庁翻訳も2020年。あと、ポッドキャストでルドロジーっていう、なんかデザイナー招いていろいろ話するようなポッドキャストがあって、これをやったり、あと、ダイスタワーってすごい有名な、あんまり見るかじゃないですけど、ゲームテックっていうのは、そのゲームの数学的だとか、そういうテク的な、解説をするみたいな1コーナーで、それをまとめた本も出してます。で、あとね、今、NYU ゲームセンター、ニューヨーク大に、ティッシュアートスクールって思って、まあ、芸術学校があって、そこの中にゲームデザイン部門があって、そこで、ボードゲームのデザインを教えてます。この曲に。そうなんですね。なんですか？あ、ボードゲームのデザインなんですね、普通。あ、そうです。コンピューターゲームじゃ、あ、そうなんですね。そうです。ボードゲームのデザインなんです。で、ここの教授にエリック・ジマーマンがいますね。あ、うん、で、ボードゲーム作品として、アレスプロジェクト、これ共作。で、フォッコボー、これも面白いです。二人用のゲーム。で、エクスパンスっていうドラマ、SF ドラマ原作のボードゲーム。からね、超面白いベルサイユ1919という GMT のゲームで、マーク・ハーマンと共作してるんですよ。ね、これはなかなかもう、マーク・ハーマンってウィザー・ピープルとかカード・ドリブンのボードゲームを最初に作った人と言われてて、で、有名な人なんですけど、これだけ気色が違って、ボードゲームのメーカーから出てる。中身はね、あんまりボードゲームじゃない。じゃないですね。うん、ベルサイユ1919いいゲームですよ。いいゲームです。いいゲームです、いいゲームです。やるといいと思います。というのもいろいろ作る。これは何？ボードゲームの？それ全部ボードゲームです、を作ったりしてます。で、あと前回やったらバーッといきますね。イントロでゲームは人工的なものであって、でストーリーテリング、物語と多くの共通性が持っている。それは何かというと体験を想像することである。で、だけれども、一般的な物語とかとは違って、著者は読者に届かせる情報を厳格に操作できない。ゲームはランダム性があるから。なので、プレイヤーは選択によって、またランダム要素によって、体験の創造にプレイヤーが関与することになります。ここにゲームの不確定性があります。で、なので、デザイナーはどのように狙ったような体験へとプレイヤーを導くのか、ナッジするのかということになります。で、ナッジの解説をちょっと岩波新書から引っ張りました。ナッジとは行動経済学的手段を用いて選択の自由を確保しながら、つまり法規制とかではないということです。で、金銭的インセンティブを用いずに、まあ、これやると金がもらえるよとかではない。行動変容を引き起こすことを、ナッジと言って、まあ、今流行ってますね。前回も言いましたけど、これ行動経済学の、なんかいろんなちょこちょこしたアンチョコを使って、ゲームデザインに役立てようぜみたいな本で、だからこれをビジネスに使おうぜみたいな本が本当に腐るほど出て、それをゲームに使おうぜっていう本なわけですね。だからまあ褒められたような感じじゃないと思うんですけど。はい、まあ、行動経済学って決定論だからね。なんていうか、しかも最近なんかちょっと気色が悪いというかね、再現性がどうので。やっぱり宗教みたいになってきてた。いや、もう最近は単なる売れる道具になってるとしか思えないですよ。まあ、そうだよね。例えば、ナッジにしても悪い方を誘導するにはスラッジと言って違うんだよとか言ってますけど、何が悪いのか誰が決めるんだよみたいな話みたいな。ね、
なんか、80年代くらいにサビの意味になるとか流行ったみたいな、あれのでかいバージョンみたいな感じがしますね。そういうの変わんないじゃん。変わんないじゃんという気がします。あの、明治時代に進化論が流行ったとかね。サビになるってのは本当に根拠ないからね。本当に根拠ないですからね、あれ。うん、睡眠学習はね。睡眠学習だったね。ピースアルバムを聴いて自殺したっていうのがあるんですか。それで裁判になった。あの、ジューラス・プリストアルバムが、あの、最後の曲を逆回転すると、ズイッと、ズイッと聞こえるみたいな。あったあったあった。で、それで、ね、バンドが大打撃を受けた。あの、偏見みたいなの全部これにぶつけられる。そう、そんな感じですよね。で、まあ、とにかくそういうものを使ってゲームを作るということなんですけど、で、ここで書いてないですけど、この本読んで、あの、大事というか言いたいことは、あの、ゲームによってプレイヤーにやっぱり感情の、揺らぎというか、そういうものを与えたいと。ただ、それが、あの、デザイナーの意図するように与えたいということです。うん。あの、ボードゲームと感情ってあんまり言われることはないですけど、まあ、普通やっぱりやられたら悔しかったりするわけで、そういうことをちょっとマネジメントしていこうぜ、みたいな、そういう話ですね。で、ここで一番大事なのが、選択の心理学ということで、まあ、ゲームは基本選択なんで、で選択するときに、人は損失回避になりやすい。という話になります、何かを得るのは気分がいいですが、何かを失うのは同じ何かを得るよりも気分が悪いということですね。同じものを得るより失う方が大きい。それは前回少しそうですね。で、ここから第1章の。これはもう完全解説章です。損失回避とは何かという話です。で、不確定のより大きい利得より確定のより大きい。つまり、1万円を100% でもらえるか、1万1000円を 99% でもらえるかみたいな。まあ、それだと1万1000円もらえそうですけど、まあ、要はそういう話です。はい。確実な方を好むと。で、しかし、確実に損するよりは、ギャンブルしたいと。ギャンブルして損がゼロにならないならギャンブルしたいと。期待値的に損であってもそっちの方がいいっていう傾向がある。という話です。で、それに加えて、確率があまりにも小さいときは、それを把握できません。まあ、宝くじみたいなもんですね。あの、明らか、もうものすごく小さいと。そういうのはもうなんか、あの、一緒に 0.0001% と 0.0001% はほぼ同じだと直感的には。っていうような話です。わかります。妻が毎回宝くじ買うんで。宝くじ何人が買うんですね。不思議ですよね。いや、うん。なんか、マンションに、マンション一括で買える夢を買うかぐらしいですよ。そういう夢を買うっていう。まあ、俺もリボ払いとかしちゃうときあるから。さらっと今、いや、湯払いだろ、問題ない。湯払いってほら、金利が高いじゃん。めちゃくちゃ高いです。おかしいよね。おかしいというか、そういう商品ですか。だから、だめだけど、だから、だめだけど、そうせざるを得ないときっていうのはあって、まあ、こんな商売だと思うんですよね。で、ここに加えて、100% へのこだわり、確実な利得への執着。繰り返しですね、さっきとね。確実な損失をかけるためのギャンブルの変更。小さな確率にはごちゃ混ぜにする。という感じな傾向がございますということを実験によって明らかにされてきたとされています。で、確率好きよね。これはつまりリスクのもとで、リスクのもとでというのは何が起こるかわかんないということですね。確率がないことのもとで私たちが意思決定していると。で、これは伝統的な経済学で使われてきた考え方と異なることが行動経済学研究で明らかにされてきました。あれ確実性効果と損失回避という2つの特徴であって、これがプロスペクト理論と呼ばれています。で、これは安直から引っ張りました。で、で、ここからゲームに行きます。で、ビデオゲームのデザイナーが何年もかけて学んできたこととして、プレイヤーへの報奨があります。プレイヤーがもらうと嬉しいもの。これは例えばレベルが上がった時の快感であったり、であとスペシャルな達成だと、このスペシャルな達成っていうのが、この第2にもなってるアチーブメントだって、要は実績ですね。ゲームの内容とは関係ないんですが、例えば何ちゃらを何ちゃらを何人殺しましたとかですね、何ちゃらを何個集めましたとか、そういうのがあるとゲーム外で何ちゃらを達成しました、何ちゃらの実績を解除しましたみたいなのが出ます。でこういうのを集めることが楽しいというのがあって、スマホのやつがよくある。ああ、そうです。まあ、ソシャゲね。ソシャゲ。まあ、ソシャゲですね、確かに。で、こういうのが、箱丸とか、スティームとかで出てきて、で、フレンドと達成を競うあったりする。そういうのが楽しいみたいなことになります。で、これ大事なことは、これ達成したものは、基本的に剥奪されることがないということです。もらうともう、奪われません。はい。で、じゃあ、そもそももらったものが奪われるというのはどんだけ嫌なことかということで、
ウィザードリーとその後継者の例を。で、これはウィザードリーとその後継者なんですけど、前回これはウィザードリーだから一人称のダンジョンがうんぬんかんぬんとか言ってましたけど、これ単なるダンジョン探索だけで、もうウィザードリーとその仲間たちです。あんまり深い意味はないです、ウィザードリーに。はい。ウィザードリー以前にあったローグとかじゃないって話ですね。うん、もう、いや、もう単純にね、ダンジョンモールだけだったね。そう思ってはい、もうアパートとかでやってたのも全部含まれる。大体システムは LNB だもんね。そう。で、ここでレベルドラインの話が出てきます。はい、せっかく上げたレベルをなんか攻撃食らうとレベルが下がっちゃ う, そう。僕はそのレベルドラインのロマンを永遠に語って、草間さんに白い目に見られたんですね。で、このレベルドラインでレベルが下がっちゃう、仕組みが D&D、3.5 ではその回避ルールが入れるようになって、はいはい、で D&D4 以降はレベルドラインで廃止された。で、D&D 3.5 を引き継いだパスファインダーも、ここの部分は廃止した、はい、ということになっております。からまあ不評だったということなんですかね。まあだから時間を単に無駄にしてるだけになるんだよ、ね。うん。それがどうなんだっけよって話になるわけです。そんな緊張感がなくて、うん、何がゲームだって話。宝くじを買うよりも緊張感がない。死んだら終わりってのは広く認められてるし、死んだら終わりじゃないこんなゲームおかしいっていうのもあるんだけど、レベルドレインはなぜかダメなんですよ。やっぱレベルドレインっていうのはなんかこう生殺しにされてる感覚があるんじゃないですか、ね。実際レベル全部抜かれたら死ぬ、うん、死ぬわけだから、うん、確かに。そういう意味ではそうなんですけど、こう死んだらやり直すっていうこう区切りはつきやすい。うん、だから直感にレベルに合いますからね、死ぬっていうことは、ね。レベル抜かれてじわ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 弱くなってきて、そしてこう働くの反対ですよね。確かに。だからデザインとしてはこう人をやらなくされるという意味ではよくできている。うんうん、あれはもともとフレーバー的なもので、アンデッドが、こう、精神じゃない、正気を吸い取るみたいなことを多分やりたかったんですね。うん、この手のゲームだと不人気なんだ。でもカードゲームって別に普通じゃないですか、ディスカードとか。もう全然そう言われないね。そもそも。はい。まあ、長期のゲームだからですよね、その RPG というのが。カードゲームってはまあ、1、2時間で終わるわけで、例えば。それに対して、RPG っていうのは、まあ、50時間とか100時間とか、あるいは、まあ、TRPG だったら、1セッションが数時間かける10セッションとかある中で、成長していったものが、まあ、なんか、戻っちゃうみたいな、ニュアンスのがあるので、やっぱり、まあ、カードゲームのドレイン系とは話がだいぶ違う、と思います。でまあ、とはいえ、なんか別にリアリティの話をするんだったら、大きな怪我をして、なんか致命傷を負って、そこからずっと後遺症が残るなんて普通のことなので、何をもってその、これがだけが嫌なのかって、まあ、正直わからないところではありますよね。多分こうデザイン的に言うと、こう右肩上がりの成長曲線に D&D 式のデザインではなってるわけですね。レベルが上がるとキャラが強くなって、敵も強くなる発想になっていて。それが崩されちゃう。まあ、そもそも、じゃレベルが上のがなんで嬉しいのかな、これわかんないですね。報酬ですよね、報酬が。わかりやすい。それをもらうための報酬系で、だから、中尾市村でちゃんと記録取って、モチベーションにすると同じ。ああ、なるほど。いや、実際なんかなんでレベル上げるんだろうっていうのは結構な疑問は冷静に考えてみるとありますよ、やっぱり。うん、だから、飽きさせるためで、レベル上げない TRPG もありますけど、一部、ね、ありますね。うん。トラベラーとか、レベル上がらない。全く上がらない。そう、最初にあると終わり。トラベラー以前やらしたら結構きついもんがありますよね。うん。まあ、トラベラーを僕語るというのも長い。それがいいんだ。周りの環境がこう自動というか自然と変わっていけば、そのコンピューター、とか RPG でもレベル上げなくても新しい体験作れるんですけど、ずっと同じ環境にいるうちは同じ体験しかできないから、レベル上げて新しいとこ行って、ね、そしたら新しい敵が出てくるよみたいなことで、だから逆に例えば500種類モンスターが D&D のモンスターマニアといるわけですね。ご飯のやつね、500種類同じ強さは無理でしょ。まあ同じ強さの500種類っていうのはバリエーションつけられないから、つけるためにこう差分をつけなきゃいけない。1から20レベルまでの間にその中で、じゃあ、レベルなしではやるかっていうと難しい。いや、500個減らせばいいじゃないかって話だと思うんだけど。あんま減らすと飽きちゃうんですよ。500個減らしてもいいんですけど、それやっぱカードゲームの短いカードゲームとかの発生で、モンスターメーカーとかならそれで遊べますけど、モンスターメーカーだって後から増えてくるわけだから。まあね。
ただまあ逆に言えば、あのレベルが変わればいいわけですよ、今の話の論理だけから言えばね。だとすると、レベルマックスからスタートして下がっていく RPG だってあっていいはずなんですよ。一応、コボルトの RP デザインでは、クトゥルフがそれだって。クトゥルフがそれだって書いてありますよね。クトゥルフはどんどん弱くなっていく RPG だっていうふうな、あのまあ、ことは書かれてますよね、あそこでは。いや、ホラーを呼ぶで。珍しいですね、確かに。普通はもう持ってるものを失うから、見送られるより辛いんだっていうのがこの本の事情なので。クトゥルフは逆に言うと、この論理には入らないですね。そう、まあ、反対にあのなんか一応闇の知識を得てるわけ、うん、まあそういう意味ではあると思う。まあどの道いられるし、離脱しちゃうので。大体クトゥルフ長いキャンプやると、最初の PC たちは残っていないんですよね。うん、入れ替わって世代が。じゃあ、ついてますね。で、カードゲームの話が出てきましたけど、これ、ハースストーン、あの、デジタルカードゲームの話が出てきます。うん、ハースストーン初期にあったトラッキングというカードで、3ドローに3枚引いて2枚捨てるという、まあ、非常に強いカードなんですが、これがなぜか不人気だったと。捨てるというのが嫌だったと。これね、あの、カードゲーム多分やり込んでる人には信じられないことだと思うんですけどね。でも不人気だったっていう。ここで一気に多分人口が広がって、そういう不人気が起こったんだと思います。レベルドラインと合わせるんだったらカード3枚引いて2枚は永久廃棄でゴミ箱にしてないといけないくらいな。ゴミ箱って物理的なね、もう本当にゴミ箱にしてるみたいな。そういうふうな効果じゃないともう匹敵しないと思うんですよね。レベルドラインって言ってみます。でもこの程度の効果でも嫌だったっていうのがあります。で、あとカジノゲームの話で、今言っていたよ、持ってるものを失うっていうものは、チップとかトークンみたいな抽象的なものになると効果が弱くなるというふうにされておりまして、なのでカジノでは、現金をチップで抽象化を行っていると。で、現金はいつでもチップにできるんですけど、その逆に、あの、チップを金に変えるなら、なんか部屋の隅っこ置いてごちゃごちゃやったりしなきゃいけなくてめんどくさいとなります。で、こういうのが、例えばゲーム内通貨であるとか、そういうのにもつながっているし、あとはカジノゲームってのは基本的に損なわけですね。あの、一番得であるバカラでしても、まあ多分1から 2% は損です。で、ただこれは直感的把握不可能なほど小さな確率である。ほぼ五分五分です。なので、まあ分からないということになります。で、第2章に行きます。授かり効果、もしくは保有効果かな。まあ、持ってると嬉しいという話です。自分が所有しているものを確かに高く評価する。やっぱり一回もらっちゃうと、この壺はいいぜっていうのをもらっちゃうと、なんか評価がとてもいいものになってしまう。ただ、壺をもらう前だと別に大したことはない。もらっちゃうといいもんですよ。はい、そういう話です。まあ、壺っていうともう、あるイメージで、ね。ちょうど高橋さんが次、イタルさんのやってる本に戻ると、アチーブメントリロックドですね。ゲーミフィケーションの論文サーベイをやっていて、倫理学的に行動経済学の地位というのが議論されていると。うん、なん行動経済学の地位というのかな。地位って死亡ね。どういう議論か。どういう議論か。なんかやっぱり人をそういうふうに無意識に引っ張っていくのが倫理的にいかがなものかみたいな。まあね。うん、ゲーミフィケーションもまあ楽しいけど、楽しいだけでいいのかみたいな。あ、ごめんなさい、あとね、これで残ってるやつでは、赤版の話があって、これ前回でも出ましたね、赤版もレベルで。ああ、要はあの、例えば今まで一生懸命トロフィーとか貯めてるじゃないですか、そのアカウント自体が消えちゃうと。ああ、うん。貯めたトロフィー全部消えちゃう。なんでバンされるんですか、まあ、いや、まあ、よろしくないことやってるからと、基本そうなんですけど、でもアマゾンとかね、本当にわけわかんないことで赤版されるという話もありますからね。あの、うん、ツイッターもね、よくシャドーバンって話題になってますけど、ね、よくわかんない。ツイッターも本当にわけわかんないので。ツイッターも、あと、グルームヘイブンで、これはボードゲームですね。そうですね。それで強くなったキャラが個人目標を達成して引退する、退場システムが面白かったっていうのは横山さん。さっき私もグルームヘイブンで考えてて、ちょうど間ぐらい、RPG でね、ボードゲーム。そうですね、間ぐらいですね。それでは逆に、自分のキャラが敵になってるからですね、カードで。ブドルインというよりは、目標達成したらゲームスケールから外れるから、みんなつという、うん。それは納得感があるわけですね、ストーリー的な。うん、ストーリー的な、うん。で、カジノゲームに乗って、まあ、持ってると嬉しいという。じゃあ、そこでポータルという、あの、有名な 3D バトルゲームの話になって、ポータルでなんか仲間みたいなものが、キャラじゃないんですよ。中身がキューブがあるんですよ。で、ただのキューブなんですけど、それを持ってると、非常にだんだん愛着湧いてくるという話があります。で、最後、そいつをヨーコルに保育しなきゃいけないんですけど、そこで非常に葛藤があるという
あと、そこでボードゲームにで同じような話があって、ロビンソン・クルーソーと最初の火星人っていう、両方ともなんかサバイバルもの、なんかやばいところで行ってサバイバルしていくっていうゲームなんですけど、ロビンソン・クルーソーは評判良かったけど、後者の最初の火星人は評判悪かったと。これは何かっていうと、まずロビンソン・クルーソーはゼロからものを作っていくっていうのがあるけれども、後者はそもそも最初からあるんで、そこが違うという話で、愛着に形成が失敗しているという話であるとか、で、ゲーム的になんか、イベントがあまりドラマティックじゃなくて、ゲームのたびにあるような壊れるイベントみたいなのがポロポロあって、それがつまんなかったんじゃないかという話があります。であとは、ディアブロ2とかで死んだら終わりみたいな、ローグ系ですね。こういうのも、死んだら終わりが嫌がられてるんじゃなくて、それを好む人もいると。ただ、レベルドリームはダメだったという、その違いがあります。そこは面白いですよね。そうですよね。死んだら終わりです。で、こういったのは自分の選択によってキャラクターが死んでしまう。あと、これファイアーエンブレムですね。自分の選択によってキャラクターが死ぬ。自分の決断が愛着を持っているものを失わせる。こういう喪失感の喚起。で、これは悪いことではなくて、それを考慮してうまく使っていきましょうねという話です。ファイアーエンブレムに関しては、意図的なデザインになっていて、死んだ時のセリフがあるわけですよ。いや、それが、むしろ愛着を、こう、逆に生むわけですね。だから単にやられたって終わりじゃなくて。松戸のセリフみたいな。そう、松戸のセリフが必ずある。次のプレイでは殺さないようにしようみたいな。もう。それを言いたくて、やるとか、まあ、相手殺すという変な。いや、そういうのももちろんありますけど、気に入らないキャラは、ね。ただ、一般的にはそうなる。そういう殺し、死にたくないよとか言って死ぬわけですから、普通は、ね、そうなる。で次はフレーミング。フレーミングは、要は言い方を変えれば結果も変わるという、感触も変わるというやつですね。この治療を受けると生存率 90% っていうのと死亡率 10% っていうのは受け止められ方が違うというやつです。同じ内容であっても表現方法が異なるだけで人々の意思決定が異なること。で人は、これ繰り返しですが、人はより大きな利益を得るためにギャンブルするよりも確実に利益を得ることを選ぶ。で、しかしながら確実に損をすることは避けたい。で、そこではギャンブルをする。で、傾向があります。で、ボードゲームの例を見てみると、この人がデザインしたゲームの実体験のお話です。まず、レースゲームのペナルティとして、自分が下がるよりも他者を上げた方が、まあ、レースゲームという強制もあるし、自分が下がると嫌だから他者を上げた方があんまり心理的ダメージも少ないだろうみたいな。そういう話です。で、もう一方の DX パンスっていうのは、こっちはなんか、このピットクルーの上の方のゲームに比べると、より長い時間かかる、いわゆる重いゲームなんですけど、これは支配点の多い人が勝者なんですが、ここでその支配点自体を消費する、自分の得点を消費することによって何かを行わせるというのがありまして、で、これも、まあ、消費点を失うわけだから嫌なわけですね。その嫌なことをあえてさせる葛藤を、重げをやるようなプレイヤーには味わってもらいたいという、そういうのがあったらしいです。はい。こういう。で、こういうふうな、上の方のピットブルーっていうのは要はレースゲームなんでスゴロクなんですけど、こういう後ろの方になんかやられると後ろに下がるスゴロクっていうのは非常に多いですね。で、だけれどもここ30年間他のプレイヤーをなんかやってる人に下がらせるみたいな、そういう直接的に罰するようなことは少なくなってきました。で、まあもともとリスクみたいなもう一人、最後に一人が勝っているみたいな、ラストマンスタンディングであとはもう焼け野原みたいな、そういうゲームはだんだん少なくなってきて、なぜかというとリスクっていうのは一応なんか最初、まあ、10人くらいで、地域くらいから始まるわけですね。で、それが、それをだんだん育てていくと。でも、最後には1人以外は全滅なので、うん、まあ、育ててから奪われるという、非常に感情的にムカつくことになるわけですが、そういうのが避けられるようになってきました。で、ここに影響があったのは、やっぱりユーロゲーム。この本ではユーロピアンスクールオブゲームデザインと言われております。とりわけドイツのゲームであった。で、エリミネーションから最速で前進。まあ、一番早く到達したものが勝ち。というので、代表的例としてカタンを挙げています。破壊よりも成長であると。まあ、すごいよく言われることなので、さっといきますが。で、こういったものが、いわゆるディスク系の、マリス戦闘ゲームに波及してきて、だんだんそこも変わっていったんだよという話で、ネクサスオーパス、ケメト、エクリプス、フライハボというふうなゲームが並んでおります。で、共通しているのは他のプレイヤーを消し去るのではなく、
なんかすると点がもらえるよみたいな。勝っても点がもらえるんだけど、なんかここ支配しても点がもらえるしみたいな、そういうので一応分散させているっていうのが大きな特徴です。で、同じくビデオゲームの例としては、リーグオブレジェンズが、死亡ペナルティがなくてリスポーンのタイムロス、まあ死んだ時のペナルティが少ないと。すでに成長して、それがボコボコになるんじゃなくて、パワーアップした状態で終わることができるっていうふうな話です。はい。で4番に行きます。公用理論、ユーティリティ性能。まあ、これ、厳密に見ると、あんまり公用理論っぽくないんですけど、まあ、ここはね、沢田さんが1万倍くらい詳しいんで、いれば解説してもらえたんですが、まあ、書いていきましょう。要は、どれだけ価値があるかということで、ここの章で言っている公用っていうのは、人によって違うよねというふうが、それだけのことで、それだけのことですね。人によって、また状況によって違うよねという話です。これテレビ番組の紹介があります。アメリカだかイギリスのディールはノーディールという紹介で、なんかカバンがたくさん並んでいて、そこのカバンをなんか1個選んで開けると、1ドルから100万ドルまで入っていると。で、行って、ただ開けるとそれもらえないんです。最後の1個もらえるんです、残った。テレビ番組で。多分1ドルから100万ドルまでカバンが数十個だから並んでいて、開けたカバンはもうもらえない。で、最後に残ったカバンに入ってる金がもらえる。っていう話なんです。1ドルばっかり開けた。そうそう。だから1回100万ドル開けると、100万ドル絶対もらえないから。っていうテレビ番組があるし、で、これ一定数開けるとオファーが来ると、ここでやめて代わりにいくらもらえますよっていうのがある。なるほど。ただ、そのオファー提示額は、ほぼ常に期待値よりが少ないそうです。はい、それはそうですよね。で、1ドルと100万ドルのカバンが残りました。40万ドルのオファー受けるかどうか。と、うん、いうことで、これは、でも受ける人多分多いですよ、ね。これは受けます。こんなの受けます。でここによってやっぱり状況とか、あとこの40万ドルが自分にとってどんだけでかいかとか、そういうのによって変わるよねという話になっています。マンション買えますからね。やっぱりそれもらえますよね。で同じように同じような話で言えば、ほとんどの人にとって30億ドルと40億ドルは同じですと。うん、まあそうです。で上の番組を分析すると、ゲームがうまくいかなかったらギャンブルする可能性が高い、うん、そうです。たとえ期待値を超えたようなオファーが出ても、うん、もうそれまでにめっちゃ損失を受けてると、それを取り戻そうとすると。理由に応じない。まあ、これはパチンコだとか、ポーカーだとか、マージャンだとかで、いろいろ見られるあれです、うん。で、ここでプッシュララックの話が出てきます。運試しのゲーム。シド・サクソンのキャントストップ、うん、まあ、名作ですね、うん。これについて。で、これは非常に簡単に計算可能ですよね。手番が来た時に。だここでやめた方が得だというのは、自分の盤面だけ見ていればある。だけれども、そこに、目標点、つまり、こいつがもう2個トップ取ってるとか、そういうのがあると、無理をしてでも行かなきゃならない。みたいな話になります。そこは非常によくできている。で、これが状況によって、自分からの価値が変わるという、そういう話の例として出ています。まあ、キャントストップは、例えば、あれ、表情先取りなので、そこに、まあ、いわゆるインタラクションがあるわけですが、これ、例えば、いわゆるロール&ライト、サイコロ振って、誰か一人がサイコロ振って、それに合わせて、なんか盤面にいろいろ書くっていうゲームが結構流行ってるんですよ。いや、あるね。ここ3、2、3年ですかね。あるね、いっぱいあるね。で、あれ、基本的に何もあれないじゃないですか。そういうインタラクションが何もない。全くない。うん。だからそこで、例えば他の人はこういう状況であるというのが分かれば、それはそれでやり方が変わるので、まあ、そこで何かが生まれているということは言えるかもしれない。だけれども、まあ、そもそも人の進行状況すら見えないようなゲームもあるので、うん、そうなるとどうなんだという話であります。はい、これよく、最近本当によく議論されます、ね。本当あるね。うん、ゲームとしてもいっぱい出てるし、こんなインタラクションのないところ、ないものがそれでいいのかみたいなことは、よく同人界隈でも議論されていて、それでいいんだって言い切っちゃう。それでそれが、絡みないのがいいんだから、これでいいって言い切っちゃう人と、インタラクションを持たせるために、なんだっけ、マジョリティをたくさん取っちゃえっていう人と、でもマジョリティを取らせるっていうのはあまりにも安直で嫌だっていう人とか、いろいろ言うんですけど、あんまりそこから先の議論にはなってないですね。そもそも何であんな人気があるのかっていう話、ね。わかんないです。出てるのとほとんど似てるんですよ。似てるね。9割9分同じみたいな感じ。まあ、そんなことはないけどね。それぞれ工夫があって、ああ、こうやってんのかってのは思うんだけど、でもまあ、大きな原理は同じだよね。9割ぐらい同じだから。だから、私が言った言い方だと、独行型のゲームと打倒型のゲームがあって、うん、
どんどん独行寄りになってる、うん、そうだね、まあさすがにちょっと飽きられてきたかもしれないけど、うん、ずっとそのまあだから協力ゲームとかね、うん、そっち寄りにはなってるのは確かに、ね、独行型のゲームっていうのは顔つき合わせて集まってやる意味がどれだけあるかという、意味がない、うん、まあどっちが先にたどり着くかみたいなことをするならば少しはある、まあね、やっぱそれと進行状況がやっぱり全部把握できないといけないじゃないですか、うん、まあそれでも無理ですからね、いやいやいや、でもほらまあね、完全にはできないけども、うん、だから目標を5つやって大体5つやったら勝ちなんだけども、私は2つまでできた、彼は3つもできてるみたいなのが分かるようにすれば少しはあるね、うん、それを言い出すとゴルフなんて一人でやればいいじゃないみたいな。ボーリングとかね。一人でもやるし、ね、うん。ゴルフってインタラクションができたらないです。もうないですよね。ないね。うん。競技として成り立ってるって多分コミュニケーションなんでしょうね。わざと切り分けてやってるんでしょうね。これやっぱ一緒にラウンド回るってことには、まあ、それはまあ意味はあるでしょうね。まあ、だってどっちがタイムかかるって意味。どっちが、まあ、成績かっていうのはあるじゃない、うんうん、まあ、それは当然あるんですけど、うん、それよりも一緒にプレイするによって、それこそ、なんだろう、仕事の話とかも。そうそうそう。もちろんそうです、社交でしょ、だから。社交ってことですね。いや、紙ペンゲームの社交であると。あれは社交じゃないな。ゴルフっていうのは、やる上でお金がかかるじゃないですか、今暇っていうよりは。っていうより、やっぱりね、ある程度野山を歩くわけでしょ。うん、紙ペンゲームはここだけだから、ね。紙ペンゲームはステータスならないけど、ゴルフはステータスならない。もちろんそういう面もあると思う。ちょっとゴルフは違う日にやると気象条件が違いますからね。あ、なるほど。競技の競技としての公平性。いや、一緒に回る意味がある。天気が違うから、同じ日に同じ条件でやってますよっていう納得感のためには。それはありませんね。だから、いわゆる100メートル走だってさ、はい、別に一緒に走りにいなくてですね、うん、みんなタイムやって、それを提出して、うん、ああ、あんた金メダルってやればいいじゃないかって説あるけど、うん、そうではないね。やっぱりあれ、インタラクションあるじゃないですか。走った方が絶対タイム上がります。そう、タイム上がるから、実際に。パミセンだと一緒にやった方が多分絶対上がる。でもなんかやってる時に面白いやつやそれでも面白いやつやっててそれをなんか話しゃべりながらやってそのしゃべる空気を共有してるっていう感じがまあまあ普通のボードゲーム他のボードゲームと同じようにあるので多少は意味ないとは言わない。でも大丈夫ってなんとか系を一人でやる気あんまりしないな。そうですそうです。はい、で、これがプテラクマスでした。で、そこから5番に行きます。与えられた進捗。まあ、これ有名な洗車のポイントカード実験というのがあって、車洗ってくれた人にポイントカード配るんですね。10個貯まるとタダだよ、みたいな。で、それに最初から2ポイント振っておくと、そうした方が、達成率が高いという、そういう話。最初からちょっと進んでた方が。アセリスが深いという話です。ラーメン屋のカードなんかもそうですよね。最初に1ポイントって必ず押してますからね。サービスを進めます。で、またハーストーンが出てきます。カードゲーム。ハーストーンのランキングで、ハーストーンのランキングを決めたら、勝つと1個星がもらえます。負けると星が失われます。で、星が5個貯まるとランクアップっていうのが基本。なんですが、低い方のランクではそもそも失点がない。つまり、勝ってさえいればいい。負けても大丈夫。で、3連勝すると星が2つもらえるということなんです、はい。これはね、フリーチャンスでね、新宿とかの、11位とかに、ね、朝一番から先に、5勝した人に、例えば1万円とか、そういうのがあるんですよ。そういう感じです。あとはランク得点。シーズンの開始時に、シーズンはリセットされていくわけですけど、その開始時に前のシーズンで達成した最高ランクの得点がもらえます。で、あとはランク上昇と下降の見せ方の際、上のランクは1個星が、もらってる状態、つまり5個貯めて、上行くと1個星になる、どうだったかな。で、下ランクはね、確かね、上ランクで0になって、そこで、まだ上ランクのままで失われると下ランクになるっていう。ゼロはまだ下に見せないっていう話。ただし上がるときはゼロを上に見せるという、そういう細かな違いがあるらしいです。まあそれによってちょっと感情を和らげてる。落ちるのが嫌だから、せっかくここまで行ったから落ちるのが嫌だから、もうプレイやめようみたいなことがあるわけですよ。関脇で10勝するとちゃんと大関に戻れる。
とかあのレーティングシステムを取ってるゲームとか、うん、あのもうこういうのはやっぱありますよね、うん、データがせっかくここまで行ったんだからもうプレイはやめようみたいな。だからあのレートの高い人に、うん、プレイをしないで逃げ回ってる。そう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 するとプレイしてもらえないからよろしくないから、なんとかあの例えばこう、この実績は永遠のものですよとか、そういう緩和をつけるみたいな、そういう話ですね。で、レーティングの話ですが、なんかね、アメリカのチェスのなんちゃら団体は、レーティングフロアというものをつけて、これは障害レーティングになるらしいです。これはもはやレーティングじゃありません。段位だね。段位です。はい。段位っていうのは、あの、最高の実力、その人の生涯最高の実力の時点に、だからさ、あの、なんていうの、最高温度計みたいなもんでさ、うん、温度が下がらない温度計、ね、そうですよね。そうしないと嫌な人が多かったという。まあ、でも、そういうのじゃ、うん、そういうのでないことがレーティングの意味なんだね。そう、そうなんですが、まあ、人は嫌がるという。うん、やっぱ本当にガチじゃないとな。まあ、両方、ね、あっていいんですよ。まあ、だから日本の単位はもともとそうだよね。はい、あの、普通、まあ、下がるのもあるんだけどさ、うん、あの普通は下がらない。そうですね。あのずっと年なんかあの高齢になっても打ち続けている現役の棋士の人が、うん、なんかその難勝したから八段ですとか、うん、それはそれで立派なことなので、うんね、それは職業のステータスとしてあっていいです、ね、まあでもあれですよ、あのマスターポイントってのがあるんですよ、うん、ブリッジの場合はマスターポイントで、うん、要するに試合で勝つと点があって上がってってたまるだけ、うん、だ減ることはない、うん、だからどんなに負けてもそれはまあ増えないけども、うんうん、あの減ることはない。だから団員方式もあるし、マスターポイント方式もあるし、レーティング方式もあるので、それぞれ特徴があって面白いと思います、ね、うんね。マスターポイント。肩のやつとか全然気づかなかったな。言われてみればそうだ、ね。うん。ここまで意識してやってるわかんない。まあでもゼロから始めるよりモチベーションが上がるってこと、ね。確かに。あとやっぱり最初から何かがあった方とっかかりがつきやすいっていうのがあります。まあ、肩の場合ね、うん、ほぼ同条件だからですけど。計算は逆に半月もある気もするけど、うん。そういえばレーティングっていや1200から始めるの多いね。まあそういう感じはそうですね。なんでですか。まあえ？レーティング。1200点から始めるのが多い。何のレーティング？一般的にレーティング。チェスは1000点から全員始めれば。良さそうなのに最低が1200で、ね、そこから始めるっていうのは結構ありますよ。競技によりますけど、ね。で、肩の話。肩は最初から2点持ってます。はい、小口2つ、はい、で。これがまあ最初からもらって与えると進捗であるみたいな話があります。あと肩はポイントはほぼ失われません。あの一応最多なんちゃらはありますけど、まあ、ほぼ持ってかれちゃうことあるからね。たまにあります。まあ、肩で落ち壊されることはないので。そうね、ただ盗賊置かれるだけであって、ね、道がなくなるとかね、あんまりないね。これはルールの簡略化っていうところもあるかなっていう気がしますね。最初に2個置かないと指針がつかないし、でも最初に2個置いたものは得点入れませんがと判断するじゃないですか。で、同じようなことをさっきまでできて、リスクの後継者だけで見てみます。で、この調子が非常にケメトっていう、なんかね、フランスかな、フランスのマルチゲームがあるんですけど、うん、もう結構前ですけど、5、6年前かな、うん、相当押されてます。まあ、確かにね、この後こういう感じのマルチゲームというのが増えたような感じがしないでもないような気もしますが、うん、どういうゲームかと言いますと、基本なんか戦闘ゲームなんですけど、得点なんですね。得点何点だか取ったら勝ちみたいなので、その得点の入手の仕方にいろんなことがある。例えば戦闘で勝ったら、それは永久的な1点である。で、ただし、ある地域を支配していると、その地域を支配している間は1点である。それで早いものを、10点だからなんだか取った方が勝ちみたいな。で、高級ポイントは、とにかく勝ったら失われることはないので、勝ったら負けたらマイナスはないので、これで前進の実感があります。で、リスクのように、もうぐしゃぐしゃの泥沼化であるとか、飛ぶものは常に飛んでいくとか、そういうものを緩和されています。で、ただし、この高級点、戦闘勝利は獲得しにくいです。ですけれども、一時点、特定支配はもうなんか神風とかすればね、もしかしたら取れるかもしれないので、そういう取りやすさがある。だからここはダイナミズムっていう。とにかく9点だから一生懸命奪った後で、なんか電撃戦かなんかで最後の1点を奪いに行くと、そういうダイナミズムが生まれますみたいな話になってます。こういうふうに個人的なことで言えば、こういうふうにやっぱり得点達成した者勝ちがいいですね。ラウンド数が決まってるとね、最後に大戦争が起こって終わるからね、そういうことになってしまうので。あんたにやるゲーム最後裏切るそうそうそう、それまでなんじゃったんじゃんみたいな
で、RPG の話です。で、経験値。で、ここで経験値っていうのはものすごく偉大な発明であると書いてあります。そう、経験値ってどこからできたんですか？いや、まあ、D&D じゃないですか。D&D 人気なんですか？いや、考えたことないけど、うん、言われてみれば。うん。D&D には最初からあるので。うん、そうですね。そうなると、ものすごくなんか偉大な発明という。ウォーゲームにも、あるっちゃあるのかな、うん、そうなんだ。でも、D&D が出た頃の応用は多分ないよね、経験値になるだから、面白いテーゼなんですけど、経験値の由来ってもっと調べてほしいです、ね。そうですよね。うん、こう言われて、言われてみるとね。だから、連続プレイが全体のところです、まず。うん、キャンペーンプレイ。将棋の駒がだんだん強くなってくるからないもんね。それはそれで面白そうです、ね。まあ、なるっていうのはあるか。うん、あ、なりっていうのはある種経験値か。経験値じゃない。進めばいきます、ね。一応、今トリプラネタリーやったんですけど、買い物できて痩せるので、強くなるっていうのは、うん、まあ、ロボット系のやつとか SF 系のやつとかでは結構あるし、増設して出すって意味では増やせるけど、うん、まあ、だから、ウォーゲーム的な発想ではあるかもしれない。うん、SP じゃない SF ゲームだと、文明レベル上げるっていうのは確かあったな、うん。それもそうですし、要は、RPG は基本的に一人一キャラを、うん、ウォーゲームは一キャラではなくて、軍勢の、こう、戦力比を計算する。うん、だから軍勢多い方がいい。それは軍勢を新しく増殺することによって増えていく。それを仮にユニット一人でプレイしようと思ったら、経験値みたいなシステムになるっていうのは理解できない。まあ、で、ここで経験値偉いっていう話の本題はですね、経験値でほぼ常に余りが出るということですね。つまり常に途中である、与えられた新曲の途中であるということが、ここで大きく与えられています。まあなんかね、切り捨てとかもありましたよね、結構ね。昔は。ね、あのなんか2レベルと打ち上げとかできなかったけど、ね、切り捨て、うん、で、2レベルと打ち上げできないから、ここでビシュンと切られるとかあったじゃないですか。はい、ウディアノディでしょ。ウディアノディ、そう。はい。ね、よくわかる本に出てくるやつ、ね、うん。そう考えるとあれね、なんかむしろ野球しの、いや、せよでもないから、次の団長にすぐ行こうってなるから。あれはあれで、うん、あんまりすぐ消費されないようにっていうのがあるんです、うん。一応あの、高橋さんと横山さんがコメントをくださっていて、まず、ゲーミフィケーションはコンプライアンス違反の従って組織にダメージが起こる話と、根本的に倫理があるの、連続体の中でもぼんやり議論されているのが続いているって、なかなか極めてわかりやすい議論。コンプライアンス違反はゲームリリース後、国ごとに気をつけようねぐらいの安直で、それはそれで、それは経営としては真っ当な安直ですが、倫理学的な問題について適当でない形で検討して論文も案外あるなっていうのが今月までの感触です。それは A、ビジネス的に一丁化するといいかもしれない程度のものと B、人類文明にとって重要だが同時に新種的でもあるツールとして捉えている人の間で、同じゲーミフィケーションを扱った論文でも随分と自分的な温度差があるなと。やっぱり、こう、難しいのは、倫理というのをどういう位置に置くかって話で、単にお約束として捉えるのか、うん、それとも関東的な倫理として人間には絶対なきゃいけないもの、世間名法として捉えるかどうかっていうの違いがあるわけじゃないですか。うん、だから単に上辺だけのコンプライアンスみたいな感じすると、それで失敗してるのがいっぱいあるわけです。うん、まあ、いろんな例で、わかんないで単にいろいろとやるから裏を書かれて、よりひどくなるみたいな話がある。特にバジェットが大きくなるとそうなりやすい。うん、で、次、横山さんが D&D 開発段階というか、アーネスの手にあるうちは、チェインメールのクラスを目標達成クラス戦でアップデートするゲームだった。チェインメールってもともとファンタジーのゲームですね。うん、D&D でもともとなっている。ガイアックスの発明なのかな、初期の D&D は全てのレベルに名前ついているとか名残があった。ああ、なるほどね。はいはい。称号みたいな。称号ね、はいはい。うん、なるほどね。まあ、あの称号ルールね、なんだかちょっと大好きな、うん。というわけで、まあ、季節してガイアックス評価みたいな感じ。経験値を作った男。経験値を作った男、ゲイリーガイアックス。経験値って、ね、非常に効率的な発想だから。うん、そうね。うん、大体数字で表せるもんなのみたいなところあるよね。うんうん、で初期の D&D が面白いのは、モンスターを倒してもあんま経験値上がらない。うん、お金をいっぱい取ってくる方が買える。
それはパワーゲームにしないためというエクスキューズがありました。それは日本の国産ゲームになったからもう少し変わって、ミッション達成すると経験値、コードワールドとかはそう。今のファンタジーとかみんなそういう感じだな。今はそうで、要はパワーゲームだけにしない、した方がシンプルだけど、そうさせないっていうデザインが入ってるのは、なぜさせないわ。それはストーリーをプレイしなくなるから。モンスター倒すだけ。別なゲームになっちゃう。なるほどね。まあ、それはそれでいいのかもしれないけど、それはそれでない。それはそれでね。はいはい。はい、で、こう、今経験してる。それで、これは、から繰り返すように、距離、分割して、それとの距離を短くすると。常に何かやり中であるということですね。うん、もう、なんかレベル1、2ではなくて、1の次は50とかで、なんかすげえ大変だと思う。いつまで経っても終わりが見えなくて嫌になるけど、分割されていると、しかも、いつも途中経過であると。なので、やる気が出るという話です。で、これが、例えば、シビライゼーション。これは、ボードゲームじゃなくて、シドマイヤのシビライゼーション。になると、短い、シビライゼーションも手番短いですね。短い単でして、それで、自分手番来るとなんか何か作ったりなんかやったりとかしますので、で、それぞれが同時進行していく。来るために何か進捗中で何かやることがあるという。だからこそ中毒性があるという、そういう話になっています。で、これをボードゲームにもいろいろ今売らされてて、やっぱ手番が短い。うん、短い中で、やることを分割してやっていくという話です。たぶん、沢田さんがいけばね、ゲルツとかについて。ドンデルで手番の分割をやっているって話です。で、こうすることによって、相手がただなんかやってるのを20分間眺めているだけでもいいですね。でも相手が何かやってたら、トイレに行ってこようとか、そういうことがなくなるということになります。はい、でここでこの人が作ったフォックス・オブ・ウォーというゲームがあります。まあ、2人用の、まあ、戦争ゲームですね。攻撃目標、少し。のデッキがあります。で、戦力とデッキもあって、それを両方とスタックしておきます。で、それを2つを組み合わせて、ここをこの戦力で攻撃するぞみたいな裏目です。ですけれども、その作戦の実行には、2ターン待たなければいけない。で、その間に相手はそれを覗き見たり。で、しかもこれは最低2ターンで6ターンまで待つこともできる。で、その間に戦力を追加することも可能です。ただ相手はこれを覗き見るようなことも可能です。なるほど。で、一番できることは一つの作戦を、作成することだけです。だからこうすることで複数のパラレルな作戦が進行している。はいはい。そういう分割が可能ですよ。手番では3枚までプレイヤー、その後ドローバックなんで、手番も短いよと、次回という感じでいるわけですね。まあ確かに面白いですね。なるほど。何セッティングして後で解決するっていうタイプって言えばそうだね。そうですね。まあ、プロットみたいな、ね。そう、プロットしていて、解決は、うん、だから、それがこう、暫時解決されてるでしょ。そうですね。基本的なところは別に新しいところはない。確かに。うん。でも、新しくなくていいですよ。そうそう、ね。面白い。その通りで。新しくなくていいです。で、次、後悔という企業に行きます。人間の主要な動機の一つは後悔を避けることにあります。まあ、これでは説明できない行動っていうのはたくさんありますが、それでも重要です。ですけれども、例えばレガシーゲームというのが最近ボードゲームでありまして、これはボード自体にシール貼ったり、カード破いたり、つまりもう戻れません。これは非常に後悔を誘発しやすい。なんで俺はこのカード破ったんだみたいな。ちなみに元通りに戻すキットとかで売ってたりします。よくあるんですね。そうそうそう。確かこれが受けたということは、やっぱりそういう面もあったということですよね。で、この選択とそれによる後悔というのは様々なレベルがあります。でこれをゲームデザインツールとして、取り入れようとすると、プレイヤーの感情的な起伏を選択肢のチューニングによってデザインするということになります。で、より後悔させたいんだったらもう取り消し不能で影響がでかくて、しかも少ない選択肢。もう A と B しかなくて2択で外したみたいなのは非常に後悔がでかいという話ですね。で、および意思決定の因果関係が明白。うん、まあ、選んだ後、代表設定とかだとね、代表整理してますね。っていう話が。で、繰り返しになりますが、少ない選択肢はニアミスを呼び、これはより大きな後悔を生むことになります。ですけれども、ニアミス、大きな後悔とともに、ポジティブな感情を誘発することもあります。もうちょっとあったり、ね、そうそうそう。で、例えば、スロットマシンで絵柄ピロットサイクルがありますが、これが非常に、そのやる気を、よくないやる気を誘発させるそうで。あれわざとでしょ？わざとです。だから、州によっては違法化されてるところがある。ああ、なるほど。うん、
ですけれども、微細な決定の連続のゲームは後悔を見にくい。まあ、どこが敗着だったかもよくわかんなかったりするので。はい。で、ここでクニシアのロストシティ、まあ、ケルトですか。あれを例に挙げて、大きな効果の取り消しの意思決定ので、としてやっています。うん、まあ、最初に握手カード出すと。そうです。うん、このまま列を作っていくんですけれども、列を始めないと点になります。うん、列をちゃんとやんないと、大失点をくれる。そういうのがあります。で、こう、ですけれども、後悔を生み出すような決断、選択を鈍らせて、ゲームの進行を鈍らせることになります。よって通常、あんまりそういうでかい悩みを誘発するような決断を含めることは避けられがちとなります。ですけれども、例えばレガシー系はあえてそうした感じを引き起こせようとしました。で、あとは MMO でキャラクター構築。まあ、自分のキャラを作るとき、すげえ一生懸命下調べをするとか、あとでレベルがいくつになったら、もう一回作り直しできるよとか、そういう話が載ってます。ボードゲーム作るときは、何ターンに1回に1回でこういうものを入れるといいみたいなことは言いますね。なんか、毎ターン毎ターンこんなんだとゲーム進行重くなるし、なんか、かといって、ひたすらこう、サク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 やるだけでも問題ないから、自動化するところはあって、自動で、なんかこの一手しかないみたいなターンもあっていいけど、あっていいし、それと、なんかすごく悩むような手っていうのもあっていいからっていう、そういうのをうまいこと混ぜるといいみたいなふうに言いますね。なるほど。緩急をつける。はい。難しいんですけど。まあ、そういう。で、今流行りのバトル分け、バトル分けってのはまあ短い時間でなんか100人とか集まって、最後の1人が勝ちみたいな、そういうコンピューターゲームなんですけど、でこれは死んだら基本終わりですが。バトル分けっていうのは、これね、MMO。いや、MMO。っていうか、MMO の定義を考えると違うような気もするが、まあ、まあ、大人数でやることは確かです。で、で、基本的に死んだら終わりなので、通常はなんか、わ、やっちったつすげえ後悔するはずなんですが、まず一夜がすげえ短いっていうことと、あとは、そもそも、トップ取るとクソ難しいので、そこまでの後悔はないわけですね。で、あと、途中で、残り20人まで生き残ったぞみたいな、そういう話もあるので、そこまで後悔を見にくいというのがありますという話があります。であとは力量の話です。選択に対してどれだけの情報を持っているかというものを力量と言います。でここでは隠された情報が最も少ない選択に引き寄せられる傾向が人間にはあると。うん、つまり、先手がカードを出して2分の1で、後手はそのカードを当てる。どっちがいいかというと、先手を選ぶ人が非常に多い。同じです。2分の1は同じですが、そっちの方が。まあ、コンビニで親を雇ってやるとか絶対嫌ですけどね。まあね。うん、ここはビデオゲームとボードゲームの話になると、ボードゲームはゲーム空間を完全に把握することがまあ可能です。うんはい、ですが、ここでもよく話題に上りますが、ウォーシムの複雑化によって、モンスターゲームが登場して誰もできないようなゲームになってしまったという話がありました。で、それと同様に PC が普及して、PC ゲームでもゲームができるんですけど、しかもそれが複雑化していったという話があります。で、こういうふうな複雑化した PC ゲームにおいて、プレイヤーすべての情報にアクセスできるんですが、それはプレイヤーの対処能力を超えていました。なので、より抽象化された利用可能な情報だけを提供する。みたいな感じでしたという話になっています。全ての情報は明かされない。パラメータは明かされなくて、でプレイヤーどうやってそれを見つけていくのかというと、まあ、こういうパターンになっているんだなとか、でそれによって予測可能性が生まれてくるという。これソウルズ系ができます。デモンソウルズ。要はあれ、覚えゲーじゃないですか。はいはい、あれ、宮田さんの。あ、そうそう。宮崎さんのゲームです。宮崎さんの、この系統のゲームです。まあ、系統というか、シリーズではありますけど。まあ、そうだと、なんか、非常に難しいわけですよ。出てきたら、なんか、クソ強い敵がバンボン取ってきたりして。ただ、それも、何回も繰り返していくうちに進めるようになってくる。そこがパターン学習で予測可能性。で、こういうふうな学習によって、進歩していくっていう実感があると動機づけとして非常に強いっていう話になります。で、つまり両方が少ないこと自体が問題なのではなくて、そこから実力を上げていくような仕組みがあればいいよという。違う例としてカップヘッドっていうなんかすごい綺麗なシューティングゲームがあるんですけど、カートゥーンのアニメっぽい。
で、これはなんかレベルがランダムで、いや、ステージがランダムで作られるようなところがあったらしくて、絶対クリア不可能みたいな、私やったことあるんですけど、そもそもそういうことは抜きにしても難しい。あと、ボスの体力バーがなくて、どれくらい倒せるか分かんないとか、そういうところがなんかちょっと批判の的になったらしいです。で、こういうのは向上不可能な持続的な性能力になってしまうと、そもそも無理みたいな、はい、加担学習もできる。で、こういうのはプレイヤーのやる気をそぐんだよっていうことを言っています。で、最後にまとめです。デザイナーどのように望ましいプレイヤー体験を作り上げるのか、プレイヤーの感情をどのように望ましい道に導いていくのか。で、損失回避は汎用性の高いルールです。自然な傾向と、この自然傾向、人間の自然な傾向と協力したり、これに逆らったりすることで感情を誘導していきましょう。で、大事なこと、これは傾向です。心理ではあります。で、感情の調整は成功を約束しません。だけど、感情の調整の失敗は失敗を約束します。テスター、ゲームのプレイテスターは、なぜ操作が難しいのか、なぜ特定のパズルが分かりにくいのかを指摘できるかもしれません。しかし、ある決定がなぜ彼らを不快にさせ、不安にさせるのかは、それについては気づいていないかもしれません。まあ、言語化、そうですね、言語化できない。で、デザイナーはこのような漠然とした不安の理由をよく理解し、さらに言えば最初からこれらの技術を効果的に利用して設計をすることが大切です。で、具体的な例として、ローゼンベルクのアグリコラ・カベルネ・オーディングを挙げています。要は、アグリコラって非常に厳しいゲームでしたと。うん、まあ、飯を払わなければならない。これがめちゃくちゃきつい。すごいきつい。で、払わないとなんかポジティカードみたいなものが出てしまうっていうのがあるんですが、で、その後2013年にあったカベルナで、このペナルティ要素は、かなり軽減されました。で、オーディンの祝祭2016年になると、アグリコラでは農場を多角化していないと、つまりこれもいなきゃ、これもいなきゃ、準備いなきゃいけないです。全部いないと減点食らうんですが、そうではなくて、プレイヤーのボードにパズルして、プレイヤーのボード、なんかを作ると、プレイヤーのボードにそれを置くんですけど、それがなんかテトリスパズルみたいになっていて、それをうまく置いていけみたいな風になってるんですね。で、この部分で、まあ、最近のね、僕はそういうの好きなんですけど、そういうことで、厳しさっていうものを緩和してるっていうことになっています。あとは、飯を食わなきゃならないとかいうのではなくて、共演をする、お祭りをするぞっていうので、テーマ的にも緩和しているんだということを言っています。はい、あとはワーカーですね。アグリコラって最初2人しかいないんですよ、ワーカー。ワーカーっていうのはなんかコマなんですけど、そのコマをあるところに置いて、これをやるっていうゲームなんですけど、でそれ早い昔なんですよ。ある人が置いたところには他の人置けないんですね。で、2つしかない。1人2つしか持ってないので、で、しかも重要なところ、ばっかなわけですよ。なんで、非常に後悔を見やすい。二つですから。やっぱこっちしておけばよかった。あ、これ先取られた。ただ、オーディンだと、なんかすげえたくさんいるんですよ。5人だっけ？いて、で、複数置きとかできるんですね。例えば、3人置くとすごい強い手が打てるよ。そういうふうになって、だから非常に選択肢の幅が広くなっていて、そういうところで後悔の誘発を緩和しているよっていう、そういう話になっています。はい。で、まあ、どこまで、ローゼンベルクはそれを意識してるかどうかは分かりませんが、まあ確かに厳しいゲームっていうのはね、だんだんと、まあなんか、少なくなってきてるなという感じがします。まあそれがいいんだという人も多いですね。まあ多いですね。うん、多いというのは多分ね、一回キープして多くないんじゃないかと思う。まあどうかもな。声が大きい。最初は、アグリコラのボードの色がいいけど、あれです。いやでもちょっと大事ですよ、そのボードの色がいいわ。ちょっと大事。そうでいうと、匂いとかも大事ですね。見てそれすごく大事ですね。ペガサスのやつで髪が安いから時々とんでもない。じゃあ、コメントを紹介させていただいて。面白いね。さすがにゲームメカニスク大全を書いた人です。これも、まあ、そうですね。はい。まあ、僕はこういう、ボードゲーム学の論文ってあんま好きじゃないけど、これは面白いですね。うん、やっぱりゲームだから。そうで、思い当たるところが深くなる。ああ、確かにな。これね、ヒットの法則みたいな感じだと、腹立ちますけど。うん、いや、やっぱ、ボードゲーム学って人間はいかにバカなのかみたいなところあるじゃないですか。そういうの、いや、だから、ボードゲーム学とか心理学っていうのは、なんか腹が立つとこあるんだよ。まあ、それは脳科学とかもそうで、うん、まあ、つまり決定論だと思うんですけど、自由意志を否定してるわけじゃないですか。うん、でも、
このようなゲームっていうのは、あくまでも、その、なんだろう、ゲームプレイヤーはみんなバカになるってことね、やってる間、ある意味。まあ、ゲームプレイヤーの自由意志は否定してないよね。はい。制約がある程度課されている中で、どういう行動を取るかっていう話なので、納得感がある。制約の課し方はデザイナーの手にあるんだけど、その中で何をするかプレイヤーのもんだからね。それで、高橋さんからのコメントで、まあ、一応、すいません、私発表したはずなんだけど、プリンガッツ・ザ・ワールドでレベル&エクスペリエンスの賞がすればあったよ。それ、扱ったかって、扱ってるような記憶があるから、やっぱ合ってると思うんですけど、一応ですね、1974年、アーネスンが、デイブ・アーネスンがブラックムーアっていうキャンペーンに入れた。それがオリジナル D&D 3巻目。メイン&マジックって、要するに、ブラックムーアって D&D の元になるワールドね。それが、最初の版の D&D を3冊分冊の箱入りの本で売られていて、3冊目のところでレベル概念が入った。という話。大学生じゃなくてアネソンだった。ああ、です。だけど、大学生がドラゴンシーっていう、ダンジョンだ。ダンジョンっていう雑誌の方で、当時を改装したから、彼が語っているから、印象は強くなっちゃうじゃないですか。ですから、こう、ナラティブの勝利みたいな。そこのナラティブね。はい。まあでも発明だったんだね。そうですね。確かに。まあ言われてみると誰も考えそうな気もするけど、ないかったって言わなかったのか。ダンジョンっていう閉鎖空間のポイントで、ダンジョンより深く、してそこを潜らせるっていうモチベーションをどうデザインするのかっていうのがあるんじゃないですかね。もちろん、ブラックムーンはダンジョンで。高橋です。やや補足なんですけど、そこで参照されたところがですね、もしかすると1960年代のウォーゲームにも一部ヒントがあったんじゃないかってことをピーターソンが書いてるようにも見えて、まあ、そこがどうやってブラックムーンキャンペーンに流れ込んだかっていうのが、まあ、詳しく読み返せば、もしかしたら。超えるかもしれないなってところなんですけど、う